縛ったらいいかな。今すごい寝癖がすごいんです。今縛る、下ろした方がいい、下ろした方がいいかな。ハーフアップとか、お団子ねできないんだよね私、自分で自分でできないんだよね。何がいいかな。今日ちょっとさ、そう、ちょっと服にまだ迷ってるよね。どうしようかな。何がいいと思いますか？すごくない？この寝癖。寝癖っていうか、後ろが絶対外跳ねになっちゃうんです。雨だしね、確かに。雨だからどうしようかな。ちょっと前髪先にやっていいですか。前髪がこの状態だとあんまり漏れないので、17歳までとコメント直さなきゃ。全然忘れてた。爪も塗りたいから今ないんですよ。だからちょっと早めに髪型を決めてセットして爪を塗って家を出る。前髪はねいつも通りなんです。こんな感じで。問題髪型なのよ。下ろすとちょっと違うんだよね。やっぱゆる巻き、ゆるく巻いてハーフアップがいいかな。ハーフアップするとさ、なんかこのこれをやめたらいいのかな。このこれでこのカーディガンを着るのをやめたいのかな。カーディガンさ、私あんまり着てない、着ないんだけどさ、これセットで去年かな、いただいて着ようと思って着たんですけど、珍しいでしょ私がこういう格好してるの。ハーフアップがいい。どこにあったった、どうハーフアップにしたらいいかな。じゃあ去年か一昨年かもらってやっと来たんです去年着るタイミングがなくて、去年もらったのかな、そうなくてやっと来ました
フアップでいこうかな。どう？どう？どうですか？あ、もう全然ね、あれなんですよ、体型変わんないんですよ。身長もね、体重もね、ほぼ変わんない。良い？そう、後ろが見えないからさ、すごいガタガタになってそう。そう、意外とね、髪の毛のアレンジはね、下手下手顔は髪のアレンジ自分でやるの下手なんですよね。身長は160ぐらいです。いいかな、これぐらい。そう、でもショートの時はね、だいたいね、自分でやっちゃってた。ストレートだから。ラジオはいないです、メイクさん。自分でやってますね。にじゃないよも、観覧車へようこそもだし、さとかほーラボもだし、ギフちゃんもいないですね。いなかった気がするけど。これはアホ毛を止めるやつです。ちょっとね、適当、この辺は。キスンヌは？キスンヌもいないですよ。ちょっと触覚が短すぎたかもしれない。あ、ちゃ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 。キスのラジオもやってないです。何がいいかな。ちょっと羽だな。羽ですね。ちょっと羽じゃない、やっぱ。熱い。良いのでは。だいたいもうね、この辺は外羽になってるんですよ、寝癖で。ハートがいっぱい来た。そう、やっぱね、カーディガン着るとね、あれなんですよね、似合わないんですよね。適当に巻いてるのがバレちゃう。週刊マスってロリコンなだけだよきっと。サロニアです。似合ってると思う。そう、多分ね、似合ってるって言ってくれる人は年上のお姉さんが好きで、
似合わないというか違和感を感じる人は多分ねロリコンだと思う。ロリコンっていうかその決めつけちゃダメだけどね。ちなみにカホはちょっと違和感感じるタイプだから、これだったらいいんでしょ、わかりますか、これだったらいいと思うんだけど、こうなるとちょっとわかるよ、言おうとしてることは。今日からあ、ハートのベクトル踊れました？そういうイメージがあるだけです、ただ単に、ただ単にね。そう、ハーフアップにしちゃったからかな、ちょっと服着替えようかな、またせっかく着たけど。これをなくして何にしたらいいんだろう。悩みますね。ここの髪の毛が。ちょっとあんまり綺麗に。なってきてないやけどいっか。いいかな、いいと思います、これで。髪の毛これでいいと思います。ちょっとハーフアップは違ったかな、後ろは、後ろもまあ良さそう。適当。後ろはもう触った感覚です、触ってボコボコしてなかったらいいかみたいな。適当なんですよそういう。前髪がね、今日はね、雨でやられるよね、きっと。雨というか湿気？スプレーしていこうかな。前髪薄いよね、私。思ったの最近、薄いかもって。昔ね、結構な量を前髪に持ってきてたんだけど、途中からやめたの。前髪にたくさん持ってくるの。オッケー。ワックスかな、オイルかな。どっちがいい？どっちがいいと思う？ワックスかオイルか。
混ぜるってこと？混ぜる。ちょっと待ってね。ありゃ。れ。リップどこ？リップ。これのとこ。ワックスかな。食事、今日はカレーうどんを食べました。しっくり。ワックスっていうかね、なんだろう。なんかつけました。オッケー。オッケーではないのか。な。清楚ですね、今日は。オッケー。ワックスって書いてあった。ワックスだけど、なんかね、ジェルみたいな。ワックス。オッケー。服装はもうまた後で考えるとして、手拭いてます。手拭いて、ちょっとティッシュで拭いて。寒くはないんじゃない？わかんない、室内だからさ。あんまりね、外のね、ちょっと寒い。本当？雪かな。いつもこういう顔してやってる。スプレー。青木が出ているよ。よし、続いて。あ、耳なんかつける？何がいいかな？何がいいと思う？こういうやつとか。ちょっとあれだ。ちょっとあれか。キラキラとかがいいか。ね、ちょっとギラギラとかがいいかもしれない。
いいじゃん、ほんとこういうやつつけてます、キラキラ。どっかのね服屋さんで買ったんだけど忘れちゃった、どっかのやつどっかどこだっけな、オッケーです。じゃあ続いて爪を塗りましょうか。何がいいかな、今何時、ジェルの方がいい、ジェルをさっさっさでいった。何色がいいと思ういろいろギリギリなんだよね準備が。明日があんまり濃い色じゃない方がいいかな。これぐらい？これかわいいかもね。これにしよう。聞いてさ、勝手に決めるよね顔って、いつもそう。わかるよ。選ばれたのはコーラルでした。コーラルカラー。そう、なんか明日は一応そのマカホの中でだけど、あんまり濃い黒とかさ青とかしてない方がいいかなっていうイメージの仕事だから、だからね、こういう色を選んじゃうよね。わかる、止まると思ってた。こう見ればさ、ないんだけどさ、なんだ？何がなんかあれなんだろう。わかるよ、なんかね、ちょっとカーディガンやっぱ似合わないんだよ。かわいいんだけどね、カーディガン着てる子って可愛いんだけど、なんかね、自分の中でね、腑に落ちないというか。あ、やばい。ネックレスね、なんかねこういう服の上に目立つネックレスをねあんまりなくてね、結局なんかね似合わない。あ、振った方が良かったか。ちょっとネイルが久しぶりじゃない、ネイル塗る配信するのよくしてたけど、去年とか今年久しぶりにした気がする。準備配信をしないからかな最近。ネックレスはいけます。首詰まる服もね、こういうのだったら大丈夫。タートルネックとかが苦手なんだよね。タートルネックとか、あと V ネックもね、あんまり似合わないなって思った。着てみて。いろいろ着てみて。
よよ、声のボリュームがちっちゃい。本当？雨降ってるからじゃない？そんなの関係ない？そんなの関係ねえ。待って待って、はみ出た。もうよいしょ、いよいよ、うまいうまい。結構雨降ってるよ。だってこう大雨だよ。こういう雨の時さ、小学生の時最悪じゃなかった？帰りにさ、帰ろうと思って小口行ったらさ、めっちゃ雨降っててさ、傘さしても傘飛ぶやんっていう感じの時、これ絶対濡れるわと思って、もう傘さすの諦めたもんね。もう家着いてそこお風呂入ればいいやと思って荷物を守って帰ってた。ビニール袋に入れて帰ってました。家がさ遠かったのよ。遠くてさ、小学校から遠くて、その小学校から30分かかったのに歩いて、だからこれはもう終わったわと思って、いつもこういう雨の日は帰ってました。あー、行き嫌だよね、わかる。高校がさ、家から1時間半かかってさ、行くのに、でもさびしょびしょなのよ、学校着いたら。だから制服がさもうびしょびしょなの着いた時にもうびしょびしょで、一日体操服で過ごしてたりしてたよね。今思うとさ、逆に体操服で行けばよかったのにって思いません？体操服で行って制服に着替えればよかったのにって思う体操服で家出ればよかった。そっちの方がさ身軽じゃん。制服なんて全然乾かないのに、なんでわざわざちゃんと制服着ていったんだろうって思ったの最近最近気づいた。逆で行けばよかった。誰か教えてほしかった。体操服で行ったらって。あー、チャリ通はもう終わりだね。濡れる以外ないもんね。わかるわかる。電車の子ね、かわいそうだったよね。あ、わかる。制服のスカート濡れるとさ、カッチカチになるの。だからそれはわかる。なんか雨臭いし。あ、カッパ。なるほど。カッパ着て防げるものですか？髪の毛死ぬよね。だからさ、ヘアアイロン持ってってトイレでさ、みんなで髪の毛直してた。ヘアアイロンがダメとか言われたわけじゃないんだけど、なんか教室でやるのは違って、トイレでみんなアイロン、トイレにコンセントあるからさ、そこでやってましたね。わかんない、カッチカチになるの。生地がカッチカチっていうか、なんかもう、吸収しましたって感じの。なるんですよ。ゴワゴワかな。制服の生地ってさ、熱いじゃないですか。だからね、なっちゃうんだよ。じゃーん、こんな感じになりました。かわいい早いでしょ。スピードがね、速くなったのよ私。あ、ノリ、なるほどね。まあこんなもんでいいかな。かわいい。ちょっと親指が
気になるからちょっともうちょっと待って。かわいい色だよね、コーラルって。あ、やべ、ほこりがついた。すごい青い。制服はセーラーでした。ブレザーに合わないからセーラーにしたんですよ。あ、そう、ライトでできるやつにしてます。髪飾りつけよう。開いた方の手で髪飾りを探し出す佐藤、佐藤プロ。あたたた、この中にねあるはずなんだけどね。あれ、ない。上の段に移したかな。ほら、ちゃんとなかったなかったなかった。だと思ったんだけど、いた、いたいたいた。いました。これをつけます。ここにこうあるんですよ。これをねゴムにこう引っ掛けるだけ。じゃーん、完成。こんな感じ、かわいいでしょ。じゃあこっちの手もやります。さあ時間が迫っているから急げ。6時までには完成しないと。ちょっと準備がギリギリになってしまう。よし。セーラー服で握手会やったっけ。偽物ではしました、何回か。ドンキの本物でやるとちょっとね、まあ、バレてるんだけど。やりやすい制服だからさ、私のところが。やばい、はみ出てしまった。本物持ってますよ。そう、オープンにするのはね違うんだよね。まあもう通ってないんだからいいけどさって思うけど、ちょっとさ気まずくない？気まずいのよ。ファンの人がさ、ファン、ちょっ
ょっと難しいんだけどね、ファンの人が例に並んでたら後ろに並んでた人に何々こうですよねって言われた時の感じなんで知ってるのっていう感じやってる時はなるべく公にしたくないけど、別にまあ今はいいかなとも思う。いいかなと思うけど、公にしちゃうとさ、あれなんですよ、里香って何々こうだったらしいよって広まるじゃないですか。広めなくてはいいと思うので言いません。よし、そう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 、知ってるなら、知ってるとか気づいたらとどめといてほしいの、みんなの中に俺知ってるもんねっていうのを出されるのはちょっとね、引いちゃうえみたいな。そう、昔よりね、今を知ってください。2周目行きました。あ、やばい、ちょっと下手だ。そうそうそう、何飼ってたりしますか？猫ちゃん飼ってます。猫ちゃんを飼ってます。大学はね、でも通ってたから絶対に嫌だった今はまあ、まあしょうがないかって思うけど、バレても通ってる時はね、ちょっとね、嫌じゃない？まだまだ行くからさ、もう行かないけど、その時はさ、まだ通ってるからさ、あ、ちょっと下手くそだ。オッケー。そう、今はね別に今も言う必要ないと思ってるけど、今は別に通ってた時と比べたらマシ、バレたところでみたいなところはあるけど、そう、それでね、なんかああだこうでやれるのもね嫌だしね。そう、でもよかったです、皆さんが優しくって。そう、優しい人にね囲まれたからさ、特に何事もなくね。こっち5分、待って、あと親指と小指あと2本塗ります。あと2本。
はあ、オッケー。何時まで？とりあえず6時に終わって、まだ時間あるんですけど、全然全然はないか、あるけど、6時ぐらいに爪を塗り終わっ、爪が完成してちょうどいいかなみたいな感じ。かほちゃんのつむじ見せてないよ、見ちゃダメ。つむじは有料。あ、毛羽が入ってしまった。取れ取れ取りゃ。そう、着替えるか着替えないかは悩んで、荷物をまとめて出るので OK ではないか。お金出します、つむじ見るために。ここにね、ほくろあるんですよ、つむじに。どこだ、ここだ、ここにあるの。てっぺんにある。かわいい色でしたねこれ。まあ前も塗ったことあるんですけど、久しぶりに、あー来たけど大丈夫だった。美人になった。本当、今日ちょっと大人っぽいからかな。春って感じ、春春春が来て、君は後で全身見たいです。ラジオのあれでぜひ見てください写真。あ、でも全身写ってないか。今ね、下部屋着なのよ。パジャマ、パジャマなのでちょっと全身はね見せれない。ごめんね。そうそうなんです。うん、そう、配信あるある、わかる。上を着て、髪型を決めて、ネイルを決めてっていう感じだったから。そう、下がねまだ適当なんだ。でも下は多分ね、黒いスカートでも、そしたらさらにマダム感増しちゃうや。何がいいかな。ちょっと服変えるかもしれないので、里川ラボの告知のツイートを楽しみにしててください。変えそうだな服。そう、こんな感じになりました。今親指をやってます。じゃーん、かわいいのでは。というわけで、ランキングを見まーす。1位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。ハーモニカみたい、ちっちゃくない。3位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。そして5位、ありがとうございます。で、6位ありがとうございます。7位ありがとうございます。飛んだー。
1、2、3、4、5、6位ありがとうございます。7位ありがとうございます。8位ありがとうございます。そして9位ありがとうございます。10位ありがとうございます。11位ありがとうございます。12位ありがとうございます。13位ありがとうございます。ありがとうございました。男女以外の皆さんもありがとうございます。今日のリップの色めっちゃ良くない？乾いたかな。じゃーん、あ、乾いた？乾いた。イエイ。え、乾いた？触り心地がなんか変なだけ？乾いたかな。ちょっとボクボクしちゃったけど、イエイ。ありがとうございました。ではまた20時にラジオで。イエーイ。ラジオでまたねー。